雨が落ちています。宝塚記念当日の京都競馬場、だいぶダートコースの表面が黒っぽく見えるようになってきました。風は4コーナーから1コーナー方向に向かって吹いています。ストレッチは向かい風を受ける形。スタンド前、ゲートの前からは係員が離れていきます。場内、傘の花が咲く中、15番のサンプアレグリア、最後にゲートへと向かいます。サンプアレグリア、収まりました。ゲートイン完了です。スタートしました。